皆さんこんにちは、ハードワーカーの森下でございます。いつもベアテレチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。で、今回はアプローチショットでゆっくりつないだスライショットを打つのではなく、この段階でパシッと勢いのある落ちてから伸びていくようなスライショットを打っていくことで、平行陣でもう主導権を握っていくっていうのをね、目的にこのスライショットを解説していきたいと思いますので、はい、ぜひ参考にしていければと思います。で、まずちょっとイメージしにくい方がいらっしゃると思いますので、私がデモンストレーションをやってみましたので、そちらのね、映像をご覧いただいて、ちょっとイメージしていただければと思います。はい、それではご覧ください。勢いのあるスライスを打つ時のポイントですね、はい、で、このスライスっていうとね、あんまりスイングをしないでねって言われることが多いと思うんですけど、ある程度ねスイングをしないと勢いのあるボールは飛んでいかないんですよ。なのでスイングをしていくっていうのはね、今回必須になります。で、このスイングするって言ってもボールを切ってしまうとか、こう縦に使ってしまう方がいらっしゃるんで、はい、でね、そこでちょっとイメージしていただきたいのが音楽の太鼓ですね、はい、太鼓、大太鼓です。こうバチを持ってパーンと叩くような、こういうね、ちょっと腕の使い方をね、このスライスでやっていただければと思います、はい、ボールに対してある程度リストは固定して、このバチを振るようなイメージでボールと面をパンと衝突させる、はい、で、送り出すっていうよりかはここでパンと弾くようなイメージですね。で、フラットで弾くっていうよりかは少しボールの下をパンと削るような、はい、ここの感覚がすごい大事になってきますんで、フラットではなく少しボールのお尻をパンと削る、はい、で、そこですごい重要になってくるのが自分の体の軸ですね。ここがブレないようにっていうのを意識してください、はい、やっぱり腕を加速させようと思っても上体が突っ込んだり上体が回ってしまうと、これスイングに加速が生まれなかったりスイングが安定しなかったりするんで、うまくミートしなかったりするんで、軸はしっかりまっすぐ。ではね、次は横からの映像、そして、向かい側からの映像ですね。ゆっくり打ってみたスライスとパンとちょっと勢いを出して打ってみたスライスね、2通りちょっとやってみましたので、その違いをね、確認していただければと思います。はい、それではご覧ください。で、勢いを出して打った場合は結構落ちてからぐっと伸びがありますんで、それをアプローチショットとして使ってあげると平行陣で主導権が握りやすいかなと思います、はい、
やはりね、あの上のレベルの方にね、勝とうと思ったら、まあ、そういった一つ一つのショットのクオリティっていうのも、上げていく必要があるかなと思いますんで、まあ、今日簡単にね、あの解説させていただいた好意的なスライスっていうのもね、ぜひ参考にしていただいて、皆さんのスキルアップに役立てていただければと思います。はい、まあ、最初はね、ちょっとこうスイングをするっていうのに戸惑いがあったり、うまく面が安定しないかもしれないんですけど、試してみるっていうことがね、すごい大事だと思いますんで、はい、ちょっと勢いのあるスライスチャレンジしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。